2020年12月1日、シグマから新しいレンズが発表されました。アルミ切削加工を中心に仕上げられた非常に美しくコンパクトなレンズです。デザインが優れていて気になっている方も多いと思います。私たちは今回この中から 35mm と 65mm の2つのレンズを一足先にお借りすることができました。コンパクトかつ待望の美しいデザインのレンズでもあったので、実際に手に持った時は非常に興奮しました。この動画では普段旅行や Vlog の映像を撮影している私たちなりに、映像を作る視点からこのレンズの魅力をお伝えできればと思っています。結論から先にお伝えしておくと、本当に素晴らしいデザインと質感、そして優れた光学性能で、どちらも自信を持っておすすめできると感じているレンズです。その理由などをゆっくり解説しようと思いますので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。一度これやってみたかったんですよね。ご紹介したい新製品があります。当社はシグマ FP と呼んでおります。2019年7月11日、シグマから FP という新しいコンセプトのカメラが発表されました。非常にコンパクトで美しいデザイン、そして卓越した性能に私たちも衝撃を受けました。日常使いができるフルフレームミラーレスカメラ、そのように私たちは信じています。その日に同時に発表されたレンズがあります。コンテンポラリーシリーズの 45mmF2.8DGDN です。FP と同様に非常にコンパクトで軽く洗練されたデザインのレンズです。それから約1年半の時を経て、このデザインを継承したシリーズのレンズが今日新たに発表されました。 35mm、65mm、24mm の3つのレンズです。すでに発売中の 45mm と同じく、所有欲をくすぐられるアルミ切削加工の美しいデザインはシネマレンズを彷彿とさせ、大きく感情を揺さぶられます。また操作性の向上を図るためのアップデートや変更も施されています。より使いやすくコンパクトで高性能に設計されたこのレンズは、シグマだからこそ実現できた唯一無二のレンズだと思っています。では実際にお借りしたレンズ2本をじっくり見ていくことにしましょう。先ほどお伝えした通り、今回はコンテンポラリーシリーズの 35mmF2DGDN と 65mmF2DGDN の2つをお借りしています。すでに発売中の 45mm とのサイズを比較したところがこんな感じです。さすがに同じサイズとまではいきませんが、少しずつ大きさが違います。もちろん重さもサイズに合わせて少しずつ重くなっています。ただそれでも 500g を切る軽量さなので、持ち歩くのには全く気にならない重さだと思います。そして特筆すべきなのがこのデザインと質感、とにかくコンパクトでかっこいいです。統一感のあるデザインの金属フードもいいですよね。レンズ本体には従来の 45mm と同じくフォーカスリングと絞りリング、そして AF、MF 切り替えスイッチがあります。このスイッチ 45mm では横向きのスイッチで切り替えがしづらかったんですが、今回は縦方向のスイッチになっています。これが非常に使いやすいです。絞りリングもそうなんですが、このスイッチの感触が最高です。意味もなく触ってしまうこの触り心地、そして程よい重さは所有感を存分に満たしてくれます。さらに今回は通常のレンズキャップに加えて、新たにマグネット式メタルキャップというのが付属されることになりました。レンズフードを装着していない時でもデザインの統一性とクオリティが保てる新デザインのレンズキャップです。従来のものとは違ってマグネット式になっていて、取り外した際は別売りのマグネット式メタルキャップホルダーに装着して持ち運ぶことができます。レンズキャップはいつも見失いがちなので、このシステムはありがたいですね。ただレンズフードを装着していると着脱が難しかったり、フロントフィルター装着時は使用できなかったりするので注意が必要です。外観に関しては以上です。
では次は実際にレンズをカメラに装着して存分に使い倒していきましょう。まずは 35mmF2DGDN です。このレンズの魅力はやはりこのデザインとサイズですよね。私たちは SigmaFP というコンパクトなミラーレスカメラを使っています。今回のこのレンズとの相性はとにかく抜群で、組み合わせた際の外観は何か特別なものを感じます。特に今まではこのデザインのレンズは 45mm しか発売されていなかったので、一気に選択肢が増えたことは非常に嬉しいです。さらにデザインやサイズだけでなく、レンズ性能も一切の妥協なく設計されたということで、シグマの強いこだわりを感じますよね。そしてコンパクトさ最大のメリットは、なんといっても気軽に持ち歩けていつでも撮影ができるところだと思います。私たちもこのレンズの魅力に惹かれて、お借りしてから毎日のように肌身離さず持ち歩いていました。荷物を気にせず自然とカメラを手にしてお出かけできる軽量さには本当に驚いています。レンズ性能に関してはご覧の通り、お伝えするまでもなく非常に素晴らしいですよね。 35mm という焦点距離は私たちも日常でよく使用する画角でしたので、違和感なく使うことができました。人の目の視野角に非常に近い印象で、見たままの風景を気持ちよくフレームに収められる画角です。また開放値が F2 というのも気に入っています。被写界深度を生かした映像がこのコンパクトさで実現できるのはとても嬉しいです。暗い環境や夜景でも存分に性能を発揮できるこのレンズは、間違いなく普段使いでも重宝すると思います。このレンズと共に日々を過ごしていて気がついたんですが、軽量だからこそふとした時でもすぐ近くにカメラがある喜びと、普段出会わない風景をカメラに収められる機会が増えて、一日一日が本当に色濃く記憶に残るようになりました。そして今回私たちにとって特に大きく感じたメリットは、軽量さを存分に生かしたダイナミックなカメラワークで気軽に撮影できる点でした。ジンバルにも非常に乗せやすく、重さが気にならないため長時間使用しても全く苦になりません。軽量さのメリットは計り知れないほどあると思っていて、今まで面倒でカメラを使おうと思わなかった環境でも気軽に撮影できる機会が生まれるのは特に大きな変化だと思います。ふとした素敵な瞬間に気がつくことが多くなり、間違いなく日常がより豊かに感じるようになると思っています。次は 65mmF2DGDN です。こちらも 35mm と同じく、デザインやサイズ、バランス感は素晴らしいです。 65mm という焦点距離はあまり聞き慣れない数字だったのですが、シネマレンズなどにも使われる焦点距離というのをお聞きして一気に興味が湧きました。慣れない画角で使いこなせるか心配なところはありましたが、意外とすんなり馴染むことができました。少し先の風景を切り取るのにちょうどいい画角ですね。自分自身が近づいたり引いたりすることで、好きな構図をカメラに収めることができると感じます。目の前の風景を整理して少しドラマチックに表現できるこの画角は、自分の思いのままにすんなりと印象的に切り取れる気がしています。そしてこのレンズも 35mm と同じく開放値が F2 です。被写界深度を生かした美しい映像や、暗い環境でも安心して使用することができます。特に柔らかいボケを生かした演出は、被写体をより魅力的に捉えることができると思います。また逆光という条件でもゴーストやフレア対策がしっかりされているのは嬉しいポイントです。コンパクトながらも光としっかり向き合えるのはこのレンズならではだと思います。
今回初めて 65mm という焦点距離のレンズを使用しましたが、これほど違和感なく使用できると思わなくて驚きました。特に映像だと広角レンズと組み合わせることで演出にアクセントを加えたり、人物をメインで撮影するのには最適だと感じます。もちろん普段使いでもとても印象的な写真や映像を撮れるのは間違いないですが、レンズ自体がとても軽量なので、カバンの中にこのレンズを一つ忍ばせておくだけでも演出の幅が大きく広がるのは間違いないと思います。撮影された映像を見るとシネマレンズなどにも使われる焦点距離というのがなんとなくわかるような気がしますね。日常が少し映画の世界に変化したような感覚を覚えました。今回私たちなりに 35mm と 65mm のレンズをご紹介してみましたが、いかがでしたでしょうか。とにかく私たちもこのレンズの発表にとても興奮しています。光学性能に関しては私たちにとっては十分すぎるほど高性能ですし、コンパクトなサイズと軽量さがもたらす恩恵は想像以上です。特にデザインと質感に関しては全てのレンズを揃えたくなってしまうほどの美しさと触り心地でうっとりしています。35mm は非常に扱いやすい焦点距離なので、私たちも間違いなく普段使い用のレンズになると思っていますし、 65mm はふとした瞬間を印象的にフレームに収められる素晴らしい焦点距離のレンズだと感じています。この2つのレンズどちらもデザイン性能に関しては唯一無二のレンズだと思っています。最初の 45mm の発表から約1年半の歳月が費やされたということは、それほど素晴らしいレンズに仕上がったという証拠なのではないかなと感じます。今回お借りしたのは短い時間ではありましたが、私たちも存分に使用させていただいた上で自信を持っておすすめできると感じたレンズなので、しっかりと動画でまとめました。小型ですけれども高品位な高級レンズ、車でいうとバンデンプラプリンセス、交換レンズ界のバンデンプラプリンセスと呼んでいただければ本望です。皆さんはどのレンズを手に入れますか？私たちはおそらく全て揃えると思います。ついお財布の紐が緩んでしまいますね。今回ご紹介した新しいレンズの詳細は全て概要欄にまとめております。シグマの公式ページでより詳しいレンズの情報が発表されていると思いますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。またシグマ公式の YouTube チャンネルシグマステーションでも、私たちがおすすめするレンズのご紹介動画を配信させていただいておりますので、そちらもご覧いただけると嬉しいです。お話ししたいことが多すぎてとても長い動画になってしまいましたので、そろそろこの動画を締めくくりたいと思います。それでは